宮崎と部屋が一緒だったのそれはずっとしんどかったですねどっちが先にお風呂入るかとか毎日話してたので、はい、宮崎が常になんかずっと言ってくるんで常になんか何でもずっと話しかけてくるので、誰と話してんだろうアッサン、アッサン、宮沢さん結構2人と結構ずっと話してますけど、会話の深い内容とかないんですけど、本当にどうでもいい話ばっかり毎日やって毎日楽しく過ごしてます。あの、あそこ撮ってますって無理だ、言えない、ちょっと言えない、やっぱ動画で話せないので言えないですけど、ちょっとアッサンに聞いてみてください。Takata, Yuzuma, lovely feed through, and Takata with a finish. That is a beautiful pass. 自分の評価はまずまず、まあ、久しぶりに日本でプレーしたのもありますし、まあ、このオンさんのバスケットっていうのも初めてだったので、まあ、慣れるのに精一杯、チームのルールを覚えたりするのが精一杯だったので、まあ、ゲームをするにつれて、まあ、そのチームのやりたいことを自分がちゃんと理解して。まあ、分かるようになってたかなって思うので、まあ、そこは少しずつ、はい、良くなってると思います。まあ、オンさんはすごい私らしいプレーを、まあ、やってくれたら、まあ、それは絶対チームに必要になるっていうのは言ってくれてるので、本当にアグレッシブにやりながら、まあ、シューターもたくさんいますし、まあ、そういう人たちをうまく、まあ、パスしたり、まあ、自分で引きつけて、まあ、うまくいかせたらなと思ってます。まあ、ディフェンスから、まあ、チームに流れ持っていけたらなと思うので、まあ、そこから私もすごい自分自身も生きる速いバスケットっていうのを、まあ、チームにリズムよく持っていけたらなと思います。